ヘルメットキャッチは2008年2月3日に行われた第42回スーパーボールの試合終盤2ミニッツの間にニューヨークジャイアンツのクォーターバックのイーライ・マニングとワイドレシーバーのデビット・タイリーにより行われたアメリカンフットボールのプレーマニングがニューイングランド・ペートリオッツのディフェンダー3人のわしづかみから逃れてパスを投げそのボールをタイリーが手で 自分のヘルメットに押し当てながらジャンピングキャッチしたプレーである。このジャイアンツに勝利をもたらすタッチダウンドライブにおいて32ヤードを前進したプレーはジャイアンツが17から14で1972年のマイアミドルフィンズ以来のシーズン16試合制になってからは最初のシーズン無敗、無引き分けを達成しようとしていたペイトリオッツを破るというバンクルわせに大きく貢献した。 NFL フィルムズのスティーブ・セーボールはスーパーボール史上最高のプレーと呼んだ。また NFL フィルムズは00年代最高のプレーと名付けている。タイリーはそれまで主にスペシャルチームで起用されてきた選手であり、2007年レギュラーシーズンの成績は4キャッチ69ヤード獲得タッチダウンなしでしかなかった。タイリーはレギュラーシーズン中 めったにレシーバーになることはなかったが、第4クォーター序盤に、ジャイアンツのこの試合最初のタッチダウンを上げており、この時点でジャイアンツは10から7とリードした。ここまで、シーズン部配でこの試合も勝利が望まれていた、ベイトリオッツは、トム・ブレーディから、ランディモスへのタッチダウンパスを決め、残り2分42秒で14から10とリードした。残り1分15秒、ジャイアンツは、 自陣44ヤードでサードダウン残り5ヤードの状況であり直前のプレーはペイトリオッツのコーナーバックアサンテサミウェルが取っていれば試合を決めたであろうインターセプトを落球したものであったスーパーボールの後ジャイアンツスタジアムで行われた優勝セレモニーでキャッチを再現するタイリー・マニングはダウンフィールドのレシーバーへのパスを機としてジャイアンツのプレイブックから 76ユニオン、ワイセールというプレーを選択した。自陣44ヤードサードダウン残り5ヤードでショットガン体系からスナップを受けると、すぐにベートリオッツのディフェンシブエンドのリチャード・セイモア、ジャービス・グリーン、ラインバッカーのアダリウス・トーマスからのプレッシャーを受けた。グリーンがマニングの肩をセイモアがユニフォームの背中を掴んで倒し、クォーターバックサックしようとした。しかしマニングは 倒れず、ペイトリオッツのディフェンダーの腕をすり抜け、34ヤードライン付近まで下がった。ラインバッカーのマイク・ブラベルとジュニア・セアウがマニングをサックしようとしたが、マニングは敵陣24ヤードにいたデビット・タイリーにボールを投げた。マニングはボールを離すや、いなや、ブラベルから、大当たりされた。フォックスの実況解説のトロイ・エイクマンは、このプレーについて、 マニングがどうやって抜け出たのかわからないと言った。仮にマニングがサックされていれば、ジャイアンツは、ホースダウン残り8ヤードとなり、勝つ望みをつなぐために再びホース、ダウンギャンブルに成功しなければならなかった。タイリーは、エリス・ホップズに妨げられて、予定のルートを走ることができなかった。アサンテ・サミュエルは最初フィールドの左側にいたが、プラキシコ・バレスを妨害するため、 スナップ前にスクリメージラインの右側へ移動していた。タイリーはプレッシャーを受けるマニングを見て、パスターゲットの選択肢となるため、後ろへ戻り25ヤード地点で止まった。タイリーはボールが来ると思いっきりジャンプした。ペイトリオッツのストロングセーフティのロドニー・ハリソンも密着して飛び上がり、ボールを叩き落とそうとした。最初、タイリーが両手でボールをキャッチしたが、 ハリソンの腕が彼の左手に当たり、ボールが落ちそうになった。しかしタイリーは、右手でボールを自分のヘルメットのてっぺんに押し付けて確保した。ハリソンは、タイリーを引き倒したが、タイリーはボールをヘルメットに押し付けたまま倒れ込んだ。フリーセーフティのジェームズ・サンダーズ、コーナーバックのアサンテ・サミュエル、エリス・ホップズもいたが、彼らに、ハリソンが、 タイリーのパスキャッチを防ぐ手助けをする時間はなかった。このプレイでジャイアンツは32ヤード前進し、ファーストダウンを獲得、残り58秒となった。ここでジャイアンツはタイムアウトをコール。4プレイ後、プラキシコ・バレスがタッチダウンし、ジャイアンツが17から14で勝利。このシーズン唯一の敗北でペイトリオッツは19勝無敗のパーフェクトシーズン達成を妨げられた。 他の NFL の有名なプレイと同様、このプレイにもニックネームが付けられた、しかし二つの独立した、かつ珍しいプレイであることから、一つの名前にまとまるまで時間を要した。2009年、ニューヨークデイリーニューズの読者は、ニックネームの人気投票で、第42回スーパーボールとジャイアンツの4人のレシーバーに対して、ペイトリオッツが取ったカバー体系にちなんだ。 キャッチマイナス42を選んだ。その後、デビット・タイリーは ESPN.com と同様に、キャッチマイナス42を用いるようになった。提案されたニックネームは他に、ザ・エスケープザ・ヘルメット・キャッチ、ザ、e ・ー、マキアレット・コネクションのイー、e、とイマキュレート・レセプションをもじったもの、ザ・ダブル・ミラクル、ザ・レセプション・ザ・ト・エンディド・パーフェクションがあった。ジャイアンツがホワイトハウスを訪問した際、 ジョージ・ W ・ブッシュ大統領はグレート・エスケープを使った。聖書のフレーズを真似たデビッド・といい、ライアスもデビッド・タイリーから提案された。試合から5日後にビル・シモンズが名付けたヘルメット・キャッチが時が過ぎるにつれ、このプレイの通称となった。このキャッチは2008年の SP 最優秀プレイを受賞した。表彰式では司会のジャスティン・ティンバー・レイクが デビッド・タイリーのヘルメットにチューインガムをつけて、キャッチを助けたことを白状するパロディを行った。タイリーは受賞スピーチで、ジャスティン・ガムをありがとうとジョークで返している。イーライ・マニングもジョークで、攻撃陣に対してパスプロテクションがなかったことへの礼を言っている。2012年1月15日、前回第45回スーパーボールチャンピオンの グリーンウェイパッカーズと NFC ディビジョナルプレイオフで戦った際、マニングは前半終了間際にヘイルメアリーパスを投げた。エンドゾーンでハキーム・ニックスがキャッチし、ジャイアンツが20から10とリードした。ニックスがヘルメットで抱えるようにボールをキャッチしたので、実況解説のジョー・バックとトロイ・エイクマンはタイリーのキャッチに似ているとコメントした。ちなみにバックとエイクマンは、 第46回スーパーボールの解説でもあった。ジャイアンツはパッカーズを37から20で破り、再びスーパーボールでベートリオッツに勝利した。なお、タイリーは2009年シーズンで引退したが、これが現役最後のパスキャッチであった。フォックススポーツはイーライ・マニングのデビット・タイリーへのパスをスーパーボール史上最高のプレイの一つに挙げた。 戦者のエイドリアン・ハッセンマイヤーは、物理学とアルベルト・アインシュタインを苦労した、プレーと評した。NBC スポーツと NFL.com も、スーパーボール史上最高のプレーに挙げた。NFL フィルムズの創設者、スティーブ・セーボールは、マニングとフラン・ターケントンを比較して、このプレーは、理論や、歴史、重力、そしてコメントしたくなる、他のすべてのことを無視するものだと語っている。 ありがとうございます。